簡単で安全などんぐりごまの作り方です。もうすぐ10月です。クヌギやアベマキの木がどんぐりをたくさん落とし始めました。このどんぐりを使ってどんぐりごまを作りましょう。用意するものはどんぐり、つまようじ、押しピンはチェス型のものがいいです。安全に作業するための戸当たりゴムと用途は DIY のお店に売っています。印をつけるためのサインペンの他にハサミも用意しておきましょう。どんぐりはクヌギとアベマキを使いました。まずはアベマキです。平らの方の真ん中に印をつけます。戸当たりゴムのくぼんでいるところにどんぐりを置きます。どんぐりをしっかり持って押しピンで印のところに穴を開けます。こうするとどんぐりが転がらず簡単に穴を開けることができます。でもこの穴では小さすぎて用事がなかなか刺さりません。そこで用途を使います。用途を先ほどの小さな穴にねじ込みます。あまり奥までねじ込むとどんぐりが割れてしまいます。割れかけたかなと思うぐらいのところでやめておきましょう。もう一度戸当たりゴムにセットして用地を突き刺します。まっすぐに突き刺しましょう。用地が動かなくなったら出来上がりです。でもこのままでは軸が長すぎてうまく回りません。長すぎるところはハサミで少し切り目を入れ折り曲げると簡単に取れます。この部分をつまんで回すとよく回るようになります。クヌギでも同じようにして作ることができます。どちらの場合もどうしてもどんぐりが割れてしまうようなら一度茹でておきましょう。また長く保存する場合は冷凍庫に入れておくといいです。クヌギでもよく回るどんぐりごまができました。回し方にもコツがいりますが、それでも回らないときには軸を刺す位置や長さを調節してみましょう。